はい、カボス TV ゆうです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日もここ耕作放棄地へやってまいりました。普通にしました。はい、今日はあの先日あの竹をちょっと切ったんですけど、竹をもうずっとやってるとあの時間がもうもったいないんで、今日はのり面をやろうと思ってまたここに来ました。でここののり面はそんなに急じゃなくて、あのススキが入ればススキも収穫できるレベルなんで、ここをちょっとやっていこうかなというふうに思います。でここはススキがのり面にしては結構株が大きいんで、ちょっときついかなという感じはするんですけど、そんなには斜面がきつくないので、なんとか今日半分だけでも終わらせようかと思ってます。今日はでも天気がいいね、うん、もうウグイスが鳴いてますね、うんうん、おーけっきょう、かわいくねえな。もうちょっと綺麗な声で鳴かんと、おーおけっきょう、やめて。もう春が近づいてきましたね。あの田舎にいるとやはりこういう四季をすごく肌で感じるっていうかね、香り、春の香りがしてきました。わかる？春の香り、うん、美味しそうな香りやっぱ食うことでやっぱりね、こう鳥のさえずりとか、うん、植物とか香りとかね、うん、すごく感じることができますね。非常にこう心がこうリラックスできるっていうか、うんうん、そういう感じがあります。とても田舎暮らしはいいですね。そうですね、はい、今日もまたここの整備をやっていきますけど、安全作業でやっていきますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。俺入っちゃう、なんでえ、ここは結構距離が長いんで多分1日じゃ終わらんと思うんで、だいたいこれぐらい半分半分やっていきましょう。株が結構大きいからね。大きいね、一つが。そう、一つが大きいからまあ分からんけど、行きましょう。半分行きましょう今日は。まあやれるとこまで。はい、はい、やっていきましょう。はい、はい、今日も暑なるやろな。うん、暑くなりそう。はい、じゃあやっていきます。はい、ここは鹿があるじゃんな。え、そんなのわかるん？でも足跡はもうないから。うん。古いな。こう。ああ、登っていったってこと？そうそう、登ってたか下ってたか。半分来た。そうやな、うん。もうちょっとで半分かな。うん、じゃあ戻ろうか。はい。あ、意外と進むな。うん。わからんけど。ホケキョウチ泣きやろ。
ほら、こんなんだ。結構いけるな。全部行こうか。いやだきな。どっちな。これ海苔麺の刈り方って知っちゃう？知らない。知らんわな。海苔麺はな、こう往復するのに2回行くとしたら、下面を先に刈る。で上面に移って、上面を刈る。あ、今下みたいにね。上面を先に刈ると、刈り草が全部かぶるやん。あ、今から刈るところにかぶるけん。うまく枯れんしきついんよ。枯れ草は全部下に落とすことはできるんやけど、でもやっぱきついきついけんね、基本下の段から下から刈って上に行く、そういうこと、ちょっと息上がるな。あとここ行こう、30分も経ってない。30分ぐらいか。そうやな、9時半や。そうやろ。
け。これ何さっきの。あこれなんやろな。鳥の巣。うん、鳥の巣と鳥の巣かネズミの巣か。そんなままるなるんや。や、やぶは絶対あるわこれが。鳥の巣やったらこう中が。そうやな、なも、いやいや中が空洞になっちゃうやつもあるね。そんなこれヤブは絶対これがあるわこれにヘビが来るんよ、うん、えヘビがな。そうなん。そうそう、休憩しよう、はい、お茶飲もうえ、うん、はい、はい、ほんじゃ休憩しましたんで、はい、やりましょう、はい、また長いこと休憩したな、ひっくり返って寝ちゃったな、はい、じゃあ、まあ、あとここだけなんで、うん、もう終わらせましょう、はい、はい、じゃあ頑張っていきましょう、はい。もう電柵があるわ。終わったで。はい。お疲れ様。なんか早いこと終わったな。休憩の方が長かったな。え？そう、その、なんちゅう、一角だけが。これな。枯れんのやな。あれ？うん。電気柵があるけんな。なんか気になるな、そこだけ。気になるよ。ちょっと残って。気になるよ、残るとね。なあ。そうやろ？うん。そうそう。さっぱりしてやろ？そう。まあでもしょうがない。巻きついたら困るけんな。そうそう。ここ水が溜まっちゃう、ここ。え？あ、危ねえな、ここ、うん、はい、はい、終わりました。休憩方が長かったわ意外と早く終わったな、うん、いい陽気で、うん、とても気持ちいい草刈りでした。私はちょっと寒かったあ、寒かったちょっと風が出てきたけ。あ、風が出てきたけんな、うん、ちょっと今日冷たいわ、風が。あ、そうかもしれん。俺もあんまり汗かいてないもん。そうやろ。のり面1箇所目は今日無事に終わりました。次、下やろうか。下は電気柵がまた回ってるんで、ちょっとそれを避けて帰るようにしようかな。先に柵を取った方がいいんじゃないの。あー、柵取った方がいいけどな、うん、また一日仕事で。いやだ、またサロンパス払わなきゃいけんで本当ややめちょこう。そうやろ。ちょっと下ろそう、はい、はい、草刈り一緒になったやろ。いや
大変そうやな。農業は草刈りが命で、芸能人は歯が命というのと一緒で、農業は草刈りが命。もうちょっとこうなんかこう柔らかい草かなんかで、可愛い草刈らせて。こっち見る。まあいつかな。でもな、あの思うんやけど、うん、女性はまずエンジンをかけきらんと思うよ。そんな難しいの？うん、じゃあかけちみて。好きなんはいい。好きなんはいい。そこのグリップのとこに。こっち。あ、こっち？ここに指導があるけど、それを指導にして。えい。そう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 。リコイルスターターを。それ引っ張る引っ張る。これ？そうそうそう。これをギュッと引っ張るの？そう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 。え？ちゃんと押さえてこい、押さえてこい。どこ押さえるの？え？ここ？ここ。え？はい。あ、わかった。わかったやん。わかった。お、かかった。めっちゃ止めろ。めっちゃ止めろ。かかったやん。大丈夫や。そうな。勝ち見な。いやだ。まあ、こん次する？うん、まあいいっすか。はい、ということで、今日もすがすがしい草刈りでした。春になって今からどんどん草が出てきますんで。俺年間草刈りやな。せん時がねえみたいやな。ねえな。いやみんなな、うん、あの草刈り YouTuber になっちゃうんやけど、うん、俺草刈り YouTuber ではないよなと思いながら、うん、でももうずっと草刈りしようけんな。草ばっかり生えちゃうけんな。農業は草刈り草刈りが命ということで、はい、今日も長い間本当にありがとうございました。まだ続きありますけど、今後ともよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。